だいつも別に会ったらなんかもうふざけ合ってるからさ、うん、今日も会った瞬間もう髪めっちゃ赤いっすね。そこかよみたいな。だから、天真爛漫かつ繊細な部分を本当に持ち合わせてるっていうか、だから裏表なしみたいな感じかなっていう、ずっと遊べるやつみたいな感じかなって。そう、今年2月で、ね、はい、アルバム、ニューアルバム出しましたけども、もう素晴らしい内容だったじゃないですか。もう本当にもうジャケットさ、うん、あれどこなの？あれは沖縄っす。沖縄のさ、うん、西海岸の。でもずっと本当にあるんだ、本当にあるように、うん、詩を弾いてる時もなって、うん、でしかも大潮じゃないといけない、大潮の干潮の時に晴れてもないといけないし、月1回ぐらいじゃなくて、そう、うん、月1狙って行って、ちゃんと晴れて、ちゃんと潮も引いて完璧に撮れたんですよ。それ行って登って撮ったの？そう、そう、俺なんか晴れ用なんですよ。いいじゃんマジで。そうそうそう、おじいとかね、おばあとか、うん、そういうリスペクトがあったりとか、うん、あと HY モンパチ、もう、うん、オレンジレンジっていうね、もうあの先人たちに対するリスペクトみたいなのあって、とりあえずカラオケで流れたら多分マジ全員歌えるんですよ。もうあんまないな。マジで本当文句、もうマジで冗談抜きに、俺ら世代は多分 HY もモンパチもオレンジレンジも多分流れたら全員歌います。全員歌います。全員歌います。自信あります多分。でもそんなレベルなんだ。でもっと言ったらオレンジレンジの多分ファーストかな、多分持ってなかった人いないと思うし。すげえ。うん、で HY のまあイーズさんのその曲はもう全てのキャバ嬢って言っちゃうわ、全ての女の子たちは使えないから、いいですよ女の子たちは松山だけその歌えるんじゃないですか、全員歌えるんじゃないですか。でまあモンポチはずっとかっこいいですよね。いやもう本当ね、ずっとそうだよね、もうフェスもやっててね、うん、すごい沖縄で生まれた人間なんで、そこのなんていうんですか、その人たちのもうその先輩方のかっこよさだったりすごさはもう小学生から染みついてるわけじゃないけど、そうそうそう、ネイバーフットのソウルのもう地元の歌ですよね。だから今度は俺らがそれを担っていくじゃないか。ああ確かにね、うん、本当にそうなっていくんじゃないかなって。俺もなんかあのモンパチのフェス出してもらった時に、うん、あのビギンの方たちとなんか紹介されてもらった時に、はい、山嵐ってあの、はい、そのミクシャのあのバンドの俺の湘南の先輩なんだけど、はい、てめえちゃんと挨拶しろってパーンと俺はたかりだからなって、うん、沖縄に来ててめえちゃんと挨拶しろって言われて、うわちゃんと挨拶してんだけどなって言って、いやそれぐらいなんだと思ってなんかもう、いや本当ですよ、マジでもういやマジで勝てねえと思ってなんかもう、いやビギンですよ、ビギンだもんね、スタートですよ。ビギンがその恋しくて、うんうん、あの番組で歌ってから多分沖縄のそのポップス文化は、はいはい、バコーンだって。そうなんだ、うん、やっぱ、あ俺人生今ちょっと話戻しますけど、人生緊張したライブランキング、うん、そうビギンのボーカルの方が石垣島で、うん、地元石垣島のクラブに、うんうん、に天ぷら差し入れで持ってきてくれて、どういう差し入れなんだそう地元の天ぷら持ってきて見てくれてたのは俺の結構緊張したやばいねーのうちの一つ、え差し入れビギンから差し入れで天ぷら食えんのみたいなそれ超覚えてるわマジで。油が重たいとか言えないよね、うん、本当にそんなもん絶対に。ほらほらほら、今山嵐さん行ったら戦ってますよ。てめえ食えやな残すんじゃねえやとか言ってすいません、いただきますかねずっとチコのその、うん、まあ、先の話というか、うん、どうしていきたいなとかそういう、うんうん、なんかこの先10年もう一回ラップで生計を立てるじゃないけど、うん、人生歩んでいくって考えた時にやっぱ俺はもう本当に曲いっぱい作り続けたいし、うん、アルバムも出しまくりたいしでかいステージも立ちたいし、うん、で初めてワンマンライブやってみて、楽しかったんですよね普通に、うん、やっぱ楽しかったしもっとできるなってもっとやりたいなって思ったんで、うん、でそれ思ったらまあじゃあやるわけじゃないですか。なんで
俺は本当この10年はもう勝負じゃないけどきついと思うんですけど、うん、やりうまくっていいの作ってさらに飛躍できるような5年10年にしたいなって思ってますね、うん、何年ラップ聞いてて何年ラップしてます？聞いてるのは12歳とか11歳とかだからすごい30年ぐらいやば聞いて30年ブレイクビーツ聞いてるんですか？ずっと聞いてるずっと聞いてるだからブレイクビーツをずっとつつつつだとかでドンツカドンドンカとか聞いてて、で途中まあパンクとかも入ってきたりとか、まあ仲間がもうでも基本的にこの30年間の人生のリズムはもう全部そうブレイクビーツ完全にブレイクビーツだからもうブレイクビーツばっか買ってるからレコードがねずっと未だに買いまくってて、で吉野と組んでからもう22年経ってるから、うわーやっばーすごい、すごい、すごいよね、うん、別れることもなくすごい楽しむことだなと思って、あ本当に、うん、だから一緒にその戦った時とかもさ、うん、もうやって考えたら下手したらもうまででこんな喋ってる間に10年とか行くわけじゃんもう、うんうん、だからチコカリートってなんだよとか思わないで、うん、次の相手チコカリートですって言われて、うん、なんかすげえ強いらしいじゃんみたいなって、うん、っていうような気持ち で、うん、で楽しむみたいな楽しみにいってるからあれ勝ちたいっていうよりは、うん、上野さんって俺のイメージなんですけど、うん、なんか楽しむプロ、あ本当に、あ嬉しい、なんか楽しいの見つけるのもそうなんですよね、うん、ずっとだからそれも結構やっぱ超説得力あって、うん、で俺は結構なんか思い詰めちゃったら意外とその落ちちゃったりとかするから、なんか本当今本当22年続けてる人の楽しむことっていう言葉はすごい刺さります、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、勉強になります本当に